皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はメイドインアビス深き魂の黎明というアニメムービーの話がしたいと思うんですけど、これはレビューをするというか、まあ、自分の気持ち述べたいっていうふうに思っていて、まあレビューと考えてもいいんですけど、まあ、これはスクリプトを考えて話すんじゃなくて気持ちのまま話しててやっていきたいと思っているので、まあ、こういう形なんですけれども、まあ、一つ目に言いたいのが、黎明教やないか、ボンドルドってやつ。黎明っていうのが、夜明けって意味もするやん。で、プルシカって子がいるじゃないですか。で、その子の名前も黎明、夜明けみたいな意味あったじゃないですか。まあ、夜明けっていうテーマがすごく大きかったんだけど、劇場版の総編集の前半と後半も、ちょっとなんか黎明に関する夜明けに関する話もあったので、なんかこのアニメってすごく太陽の動きって大事なトピックスだし、きっとすごい深い考え深い意味があるんじゃないかなと思ってるんだけど、まあ分からへんねんな、分からへんけど、まあそういう意味としては考えられて面白いんじゃないかなと思ってます。ではアニメの中身入ろうと思う。まあ最初はネタバレない話と、その後はネタバレの話に入っていきたいと思うんですけど、じゃあ最初は自分が見てどうだったのか。このアニメを見てもう心がズタズタ、なんていうかすごい悲しくて、あんまり嬉しいっていうシーンがなくて、ただこの痛みを耐えるっていうことが、まあ、99% だったのかな。一番最初はなんか、ああこれは楽しいのかな、でもやばいと思うぜみたいな、ちょっとなんていうかメイドインアビス見てる人だったらもうわかるんだよね、これはやばいぞっていう雰囲気はもうまんまんプンプンしてるんですけれども、しかし本当にもうやばい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 連鎖、そこまで行くのか、マジかよ、ってなって、もう自分のもう心臓っていうもの、まあそのもともと心臓だった穴がねあるわけなんですよ。見た後にはここにはもともとは私の心っていうものがあったんですけど、砕かれて潰されてます、なのでもうないですみたいな感じで映画館から出て、足元を確かめながら帰るっていうスタイルですですが、メイドインアビスの続きが気になる人はこれを見ないといけないし、この後は、映画の続きということだと思うので、まあ、必ず見ないとあかんねんな。しかしこれを見るのには勇気が必要ですね。勇気がないとこのアニメを最後まで見れないと思う。じゃないとだってもう本当にやばかったんだもん。まあ、アニメーションとか新しいテーマとか非常に大きなストーリーがあるわけではなくて、例えば比較をすると、前には四条戦記の映画をレビューしたんだけど、それはまあきちんとストーリーがあって、結構長いでっかい場所で行って、まあいろんなことがありますみたいなストーリーなんですけど、このアニメはなんていうか、今回の映画はシーズン1とシーズン2の間に入る、まあ養生戦記と同じところなんだけど、しかし一つのシチュエーション、一つの場所のストーリーをどんだけ広げて、どんだけ気持ちを入れるかっていう感じで、一気にはたくさんのストーリーを送るのではなくて、一つのストーリーをものすごく深くやるっていう感じだったので、しかもそのストーリーっていうのはもうホーラーだし悲劇っていうものなので、まあメイドインアビスらしいと言ったらメイドインアビスらしいですね。ここまでがネタバレのないところなんですけど、ネタバレのところに入ろうと思って、最初の始まりはナナチとあの二人、リコとレグが五層に入る前のなんか花園に行くんだよね。そこはリコママが本当だったらなんか生まれた場所のはずなんだけど、実は生まれてなかったりとか、ちょっとわからない場所なんですよね。はい。そこにまず行って、そうすると本当だったら4層と5層の間の場所なんだけど、5層のやばい虫がまあたくさんいて、本当はなんか殺されそうやけど、その時には黎明教のいわゆるボンドルドっていう、非常にやばい、ミーティーとナナチを作り上げた、もうクレイジーアクトのやつなんだけど、そいつが
なんか自分の下っ端を送って、本当だったらその虫を殺すために送ってるんだけど、まあどういうわけか、まあママが落としたツルハシを持ってるんだよね。で、これをはい、開始します。これをなくさないでね。ついでにこの虫たちをみんな燃やして、カーって花園がやられて、で、みんなはもうここにいられないんだよね。じゃあ、ゴソ行きます。しかし、その花園の中に死んでいる探検家、探掘家、たくさんいて、しかも、そんな深くまで入れるやつ、でも黒笛とかばっかりやないか。だからもうスーパーエリートのタンク使うはここでものすごく死んでいるわけなんだよね。まあそういうところで軽々しくまあみんなで入って、ああこれは危険だって逃げて、まあゴソ行くんやけど、まあここでは必ずナナチがいないとうまくいけないっていうところで、ちょっと名前を忘れてるんだけど、かなり危ない橋みたいなものをジャンプしてジャンプしていくんだけど、まあこれはナナチが必要です。その後に、海みたいなところ、すごいやばい、五層の中の海じゃないんだけど、湖だけど、すごく深くて、実はその水は、これから六層とかにつながっているところなんだよね。しかし、まあそこだったら、レグは、まあ人間じゃないので、まあ入って、美味しそうな魚を取るんだけど、まあ美味しそうって言ったら、本当の嘘で、めちゃくちゃ気持ち悪かったんだけど、それを生で食ったり煮たり、俺は正直見てあんまり美味しそうと思わなかったんだけど、まあそれは美味しいっていう話でございました。その後は黎明教が持っている基地みたいなところに行く。その基地は通らないと六層に行けないので、必ずそこに行かないといけないです。しかしまあそこに黎明教が絶対にいるし、黎明教だけではなく、彼が持っているなんかやばい軍彼の探掘家の軍がいて、でみんなそこにいるわけなんだよね。でそれだけではなく、プルシカとかいるし、昔だったらたくさんの子供たちもいたはずなんだよ。もうみんなはいないけどね。しかしその黎明教の基地に行くと、まあ六層に行けないということなので、黎明教にお願いだから白笛をうーっとして、なんか行き先の必要な道具を読んできてくださいみたいな。それ何なのかっていうのは俺は見て、日本語ちょっと難しい日本語で言ってるかもしれないけど、言ってるかもしれないんだけど、俺は聞いてちょっとわからなかったので、白笛をうーってしたら何が来るのかは全くわからなかったわけなんだよね。まあ考えるとか、まあ疲れてるだろう、寝てくださいみたいな、そういう話をして、3人とも、ナナチ、レグとリコちゃんが自分の部屋に行く。そして、はい、寝ます。一番先に起きるのがナナチっていうことなので、ナナチが起きて、ああ寝れへんなーとか、あの白笛が必要なんだよなーと思って出るし、黎明期を探しに行くんだけど、その後に起きるのがリコちゃんで、なぜかベッドに誰もいない。え、レグ、ナナチどこだみたいな感じで探し回ると、まあ、プルシカに会って、プルシカはもうちょっと先には会ったんだけど、プルシカっていうのはボルドルドの、まあ、娘的な存在なので、ここでは、まあ、2人とも白笛の娘っていうことで、ちょっとなんか相性が良かったりとか、そういう話なんですが、プルシカとのいい関係をできて、プルシカの手伝いのことで、本当だったらなんか登れない階段があるんだけど、それを登れるようになって、本当だったらあれを死んだりとか体をかなり壊したりする階段で、その奈落と呪いのおかげでね、2人でその登って登りますと、今度はレグのところどうなってるかっていうのはわかるんですけど、まあ当時にはナナチも同時に黎明教と話してて、白笛さえ吹いてくれたら私はあなたの下っ端になります。また大きな決断をしている最中で、その代わりはあのロボとあの女の子をどうか助けてくださいって言うねんか。したら、あ、てっきり、あ、僕なんてことをした、もうレグはあれなんだよねみたいな。でもレグが裸でチンチンになんか変なものがパイプがついたりとかまあ、彼の腕をこうやってクジーって切ったりとか、もうすごいやばいラボみたいなシーンなんですけど、まあ、彼を取って、で逃げて、
プルシカは、Oh my god、 うちのダディがこんなやばいことするなんて、でも絶対わけがあるわ、みたいな。それでもまあ大好きっていうことなんだよね。オッケーオッケー。プルシカが逃がしてくれて、みんなが罠を作って、今度は黎明教が3人を追いに来るんだけど、その時には、なんと3人が罠を作って、その黎明教以外のまあ、下っ端たちがさたくさんいるわけなんだよね。5人か6人ぐらい。みんながクレイジーモンスターに殺されて、ふわーふわーふわーって腹渡がもう飛んだりとか、そういうやばいシーンが行います。しかし、まあ、黎明教は強くて化け物らしい人間なので、もうみんなを、自分の下っ端のみんなを殺すやつを、まあ、奈落の措置とかを使って壊したりします。パー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 って今度また。彼から効果音が出ます。やっぱりあれだけでは殺せないっていうことだったので、まあその後にはいろいろ攻撃をしたり、水の中に落として、それを利用して奈落の匂いを奈落の呪いを使って彼を、まあ、殺すことになるんだけど、彼はどういうわけか再生することはできるんだよね。まあたくさんの黎明教がいる。彼の下っ端は実はみんな彼の分身みたいな存在なんだよね。だから本人が死んでしまえば、もう一人の彼の分身が現れて、そして彼の仮面を取ってパッてしたら、ブヨン、私も実は黎明教でーすみたいな感じで、そうするとプルシカが、あーパパーって感じになるんだけど、まあその後にすごい悲しいシーンがあって、プルシカが、ブリーフケースになるシーンがあるんですけど、なんかね、プルシカの子供の頃のシーンで、まあパパがね、いろいろ可愛がってあげるし、もう結構可愛いパパだったし、なんかボンドルドっていいやつでも見れるんだよねって思うんだけど、彼って本当はなんていうか、感情はあると思うぜ。感情はあると思うんだけど、彼はやっていいことって、やったらいけないことっていうのは、その感情にとらわれていないように見えるんだよね。だから、これ、こうしたいからこうやる。だから、あなたは大好きだよとか、あなた好きだよとか思ってるかもしれないんだけど、だからといってあなたを殺せないっていうわけではないよ。だからといってあなたを考えられないほど苦しいことをできないわけではないぞ。何でもできるよ。俺のためだったらね。俺のためだったら何したっていい。どんな奴が犠牲になっても。でも本当はみんな好きだとか、みんなの名前をちゃんと覚えてるし、みんなの夢とか覚えてる。しかしそいつらを犠牲にして、考えられないほどの痛みを刺して、体を分解して、自分の、まあ、娘でもそうしても一切の後悔がないっていう、とんでもねえやつなんだよね。もうかなり人間から離れてる存在になっている。だから彼を倒しても続きはまだある。で、彼は倒されても無数のクローンがいるわけなので、分身を全員壊すことは不可能。彼の意識がどんどん転送していくわけだから、だから彼に勝つ方法はほとんどない。ほとんど不可能なんだよね。一人でも生きていたらまた分身することができる。しかしまあここで白笛の真実についてちょっとわかるんだけど、白笛作るのにまず人間が材料なんだよね。だから人間を使って、ちょっとなんていうか賢者の石っぽいんだよね、この話は。しかしまあ黎明教の白笛を作るために自分を材料にした。そしてリコの白笛を作るのにプルシカの体が材料になる。しかしそれは意図的なものなのか、その白笛ってなんで作られてんのかとか、まあ、彼女すごい強い意識で、パパ大好きで、殺されてもなんか役に立ちたいとか、そういう純粋な気持ちがあったから作られた的な話はあったんですけど、それだけなのかな、それともボンドルドがそれで作られると思って分かってリコに渡したいから作ったのか分からない。もしかしてはリコのためにプルシカを犠牲にしたかもしれない。その白笛が作られると思ってるからとか、そういう考えもあるんじゃないかなって正直思います。もうこの話すごい長くなったんだけど、まあ、彼のもう一回戦うことになって、倒して、プルシカの真実について分かっ
って、プリシカの白笛を取って、吹いて、そしてその六層行くための措置みたいなものに入ります。そこまでは、このアニメの映画の、まあ、大雑把なところなんですけど、まあ、ファイトシーンから、アニメのクオリティや、もちろん音楽もすごいだし、ケビン・プリンケンみたいな名前だった気がするんだけど、彼はテレビシリーズの方からもずっとすごいいい感じな音楽を作ってるっていうことなので、まあ、かなり素晴らしい映画だと思いましたけど、まあ、悲しすぎて、すごい悲しかったんだよね。悲しすぎた。プルシカってね、死んでいるシーンでは、パパに殺されているシーン、遮って、彼女の子供のシーンとか連想するんだよね。だから子供です、ちょっと大きくなった、ちょっと大きくなった、みたいな。で、実はペット持ってるんだよね。で、そんで、ブリーフケースになった後のシーンがある。そのブリーフケースみたいなやつ。その中に彼女の肉とかが入ってて、血が入ってて。そのブリーフケースがくぶれて、自分のペットがそれを舐め始めるとか、もう悲しい。悲しいわ。まあいろいろね、この映画は。きつかった。きついわ。また見れる？また見ることはできないんじゃない？もう見たくないわ。一回でもう十分です。と思います。はい。話終わりです。最後まで見てくれてありがとうございます。ではでは、バイバイ。おおきに。